はい。では、私からはですね、何が嬉しい？ S3 オブジェクト ACL の効果。サブタイトルは聞いた後速攻で忘れていい知識をお届けしますということで発表させていただきます。はい。自己紹介簡単にですけれども、豊崎隆と申します。クラスメソッドのコンサルティング部に所属しております。ちょっと忘れていい情報の前に、リインベント。2021S3 関連アップデートということで、かなりたくさんの S3 関連のアップデートがありました。今、表示しているものは、ストレージ関連のアップデート15個なんですけれども、そのうち、1番から7番と12、13、合計9つの、S3 関連のアップデートがありました。15分の9なので、かなりの割合を占めていると思います。で、こちらは AWS さんがですね、ブラックベルトオンラインセミナー、動画だったり、あとドキュメントで、もう公開をしているものがあるので、こちらの方をご覧いただければいいかなと思ってます。はい。で、私が今日話したいのは、Amazon S3 オブジェクトオーナーシップで、アクセスコントロールリストが無効化できるようになったよというお話をさせていただきます。はい。どういうアップデートなのかっていうところなんですけれども、その名の通り、S3 オブジェクトのアクセスコントロールリストを無効化。で、これは、正体としては、バケットのオーナーを強制するよ。バケットオーナーエンフォーストという設定が可能になったと。いうところです。で、何なのっていう話なんですけど、設定することで S3 バケット内のオブジェクトはすべて S3 バケットを所有しているアカウントのものになるというような、アップデートです。どういうこととなると思います。ちょっと順を追ってご説明したいと思います。まず S3、1つ目の前提のところのお話からなんですが、S3 は2006年に発表された、一番初めのサービスかな。で、歴史的背景から複数の制御方法が存在するんですね。アクセスコントロールリストとポリシーというものがまず大きく2つ分かれていて、オブジェクトに対するアクセスコントロールリストとバケットに対するアクセスコントロールリストがあります。で、ポリシー側はユーザーポリシー、IAM のポリシーですね、と、あとバケットポリシーとトラストポリシーっていう、IAM ロール、権限を別のアカウントに移譲したりとかするときに使うトラストポリシーっていうのがありますと。はい。で、今回はここです。オブジェクトアクセスコントロールリストが無効化にできるよというアップデートです。で、2つ目の前提、S3 には所有者という考え方があります。で、バケットの所有者、下の絵だと AWS アカウント A というものと、あとはオブジェクト所有者というもの。で、これは下の図だと AWS アカウントの B ですね、というものが存在します。で、これがどこに影響するかということなんですが、アカウント B 配下、右側ですね、のオブジェクトを左側の AWS アカウントにプッシュしても、バケットの所有者は AWS アカウント A なんですけれども、オブジェクトの所有者は AWS アカウント B のままなんですね。このオブジェクトはアカウント B の持ち物なので、アカウント B の許可がないと、アカウント A はオブジェクトへのアクセスができないというような権限の制御になっていますと。で、じゃあどうするかっていうと、バケットの所有者 A がですね、バケットに対してフルアクセス許可を付与しないと B からバケットを使わせないよ。オブジェクトにバケット所有者のフルアクセス権限つけてくんないとバケットにオブジェクトを置かせないからねっていうポリシーを書きます。で、アカウント B は、そういうルールなので、バケット所有者へフルアクセス権をオブジェクトに対して付与をしてプットすると。こういうややこしいことをしなければなりません。ただ、これでオブジェクトを使えるようにはなるんですけれども、オブジェクトの所有者はまだ AWS アカウント B のままなんですね。2020年のアップデートで、オブジェクトオーナーシップの設定っていうのができるようになりました。これはちょっと文面は AWS のドキュメントから持ってきてるんですけれども、オブジェクトが規定のアクセスコントロールリストのバケットオーナーフルコントロールを指定してアップロードされた場合、バケット所有者がオブジェクトを所有すると。つまり、先ほどバケット所有者へのフルアクセス権をオブジェクトに付与するという設定をオブジェクト ACL に書く。で、オブジェクトを S3 バケットに入れると、オブジェクトの所有者が AWS アカウント A に切り替わりますと。こういう設定が2020年。なので、昨年にアップデートがありましたと。で、これでもやっぱり S3 バケットにバケットポリシー書かなければいけないし、オブジェクトに、オブジェクト ACL の設定書かなきゃいけない。これめんどくさいんですね。なので、今回のアップデートがこうなりましたと。S3 オブジェクトのオーナーシップでアクセスコントロールリストを無効化できると
ということになります。S3 バケットの方に、そのバケットオーナーエンフォースドっていう設定をするとですね、アクセスコントロールリストの設定をしていたとしても、していなくても、オブジェクトをバケットに入れた時点で、それはバケット所有者のものになりますという設定です。これでアクセスコントロールリストの設定なんかいりませんし、バケットポリシーをまあ書く必要もない。ちょっと裏側で自動的に書かれるのかわからないんですけど、バケットオーナーエンフォースドの設定するだけで良いという状況になります。すごくシンプルになるので、非常に嬉しいと。ここで詰まる人がまあいなくなるということですね。これで S3 オブジェクトの ACL のユースケースがまあなくなりましたと。全くありません。必要なくなりましたということで、まあ、まとめに入ります。S3 には複数の権限制御と所有者という考え方がありました。S3 オブジェクト所有者に対するアクセスコントロールリストの移行が可能になったことで、まあ今後ですね、S3 のオブジェクト ACL 使うことない役割を終えたということになりました。今後はポリシーだけを考えて管理すれば OK になって、非常にみんながハッピーになったという話です。この段階でもオブジェクトに対するアクセスコントロールリストのことはもう忘れていただいて結構なので、まあ、理解した、していないに関わらず、私の今日のお話は忘れていただければと思います。はい、では本日のお話以上となります。ご清聴ありがとうございました。